つバンカーあるの見えますかね。はい、見えます。一番右のバンカーマウンドが狙い目です。はい、ちょっとフェアウェイがこう傾斜があるので、はいはい、あの右のコブの方に打っておくとちょっと左目にこう跳ねながらすごくランが出るポジションが右のコブです。4番ホール407ヤードパー4ワングリーンです。この3つ正面見えたか、これですね、この左の木の要はスレスレってことですよね。そうですね、赤シャツの人狙いというかです。はい、今のは OB とかないので左行ってもちょっと左ラフにこぼれる程度なんですが、右コブにね打つとね、いいあのなんだろう、この傾斜にぶつかってトントントンとこうランが出るんですよ。でね、思ってるより飛んでるみたいな。どうしよう、その傾斜まで行ってなかったら傾斜傾斜にどうするかこいつ全然ダメやみたいな。そのオチおもろいな。あ、ちょっと左か。でもまあ、失礼です。ございます。今更なんですけど、ここってキャディーさんいないと回れない、ついてないと回れないんですよね。はい。ですね。何人ぐらいいらっしゃるんですか今。今少なくて、はい、40人はいないので、ちょっと、そうなんだ、派遣さんのお力などを借りて。はあ、なるほど。はい、158がピンまで。158ピン、はい、フォロー。いやこれグリーン全然見えないですね。コブ越えてからすぐグリーンに見えるんですけど、コブ越えてから40ヤードぐらい幅があります。なるほど。はい、なのでコブ越えすぐナイスオンじゃないんですよね。じゃあ150ぐらいでいいのかな。これも左引っ掛けそうやね、こいつも先上がりで。あれ、あれが金時でしたっけ。あれ、あれ金時ですよね。でテレビ塔でしょ。ってことはこうだから、そうだね、やっぱ順目。なるほど。今これ木と木の間にあのなんかなんつうの、エメラルドグリーンのあの建物あるじゃないですか。あれはどっかのゴルフ場のクラブハウスですか。もしかしたらあれが戦国ゴルフのクラブハウスかも。ああ、あれ戦国ゴルフコースだって。焼きがきりんだけど気のせいかな。あれ戦国ゴルフコースってなんか昭和天皇かなんか、一番この辺では古い古い名門コースだ。あれだ、富士屋ホテルのカレーが美味しいとこだ。そうだと思う。あの、そうだ、ね、あれコブ越えてから40ヤードあるって言ってるから、真ん中のコブちょい右側狙って、はい、いい感じにいったよ。ちょっと行ってみましょう。はい、すいません、お願いします。すいません。いい感じ、狙い通り、狙い通り行くと嬉しい。私これ歩いてるじゃないですか。この歩くスピード感って結構意識してて、試合出てた時って。今はなんかあれなんですけど、結構大股でこうなんかゆっくりでも進行遅れないようにっていうのを意識して歩くようにしてた。なんでかって、ちょこ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 こうやってやるとなんかテンポがなんかだんだん速くなってきちゃって、なんか打ち急ぎとかなりやすいんですよね。結構ちんたらちんたらって変か、マイペースで、マイペースに回りたいから私。でも遅くできないから大股でゆっくり歩くように意識してます。みんなもやってみてね。あとね、痩せるよ痩せるよ、あの大股で歩くと結構。だからお尻とか結構使うから、こう膝から下からこうやってやるとね、なんかあんまお尻使えないんで、いいお尻は歩き方からだよ。すごい、これまたマウンドがややこしい。こっちだからね、こっち、うん、風もこっちだけど、でも、ね、登って、ああでもどうなんだろう、出しすぎるとスラッちゃう感じなんで、あんまりどっちにも読まない方が、もうほぼまっすぐで、そうですね、とりあえず打ち切れって話ですよね、もうまず。来い。うわー、そんなことある。クワって切れたよ、もう。でも届いたからいいか。よいしょ。うわ、引っ掛けた。いやー、ちょっとこれひどいね。あー、今日は苦しいよ、精神的に。
パターの調子が良くないのね。しっかり打たないとダメじゃん。まあこういう調子悪い日もあるということで山あり谷ありなんです、ゴルフ。厳しい。でこれ200とか打てないっすよね、このアゲンストあっても。なんかここはあれだっすね、やば長いよこれ。5番ホール広くなく、ピンまで187でバックエッジが200のアゲンストです。いやもうね、打つクラブ決まっちゃうんです。200は打てないですから、普通にクリークとかになる。ありがとうございます、はい。でもこれだとアゲンストだとちょっと届くかなって感じなんだけど。これトーナメントの時右になるんですか。右です。これ構えづら。あ、こっちのティー。あ、こっちか。ティーは左グリーン専用のティーグラウンドなんで、もう今日が右来ました今、うん、右グリーン専用と左グリーン専用。なるほど。まあでもどで、あっちだと158、160ぐらいなんですね、はい。トーナメントでも1回か2回ぐらい左のグリーン使ったんですけど。あ、そうなんですか、はい。結局ね、なんか右に戻したというか。これもまたなんかすごいグリーンの形しますね、こう。そう、このグリーンだけお皿みたいな、あの張り替えたんですよ。近年でもないんですけど、もう10年ぐらいになるんですけど、はい、他はずっとなんだろう、当初のままの70年のグリーンなんですけど、はいはい、この左グリーンだけ結構このゴルフ場にしては張り替えが行われたグリーンで、結構ね大々的に傾斜も変えて。あ、そういうことですか。それでトーナメントで使ったんですけど、ちょっと戸張さんのお気に召さなかったので1、2年使ってまたすぐ右にチェンジって言われちゃって。何がダメだったんだろう。何がダメだったね、気になりますねそれ。結構うちに取った珍しくこうポテトチップみたいな、すごいですよね。一応なんか砲台の微妙な傾斜みたいなのだけど、見るからにこんなになってるのにわざわざしたんですけど、とりあえずグリーンの幅に打てたらいいな。ちょっと右だな、これ戻ってこないな。ちょっと乗ったじゃん、届いた。ナイス、ありがとうございます。ありがとうございます、よかった。でもやっぱ風上げてるね、結構戻ってこなかったもん。なんかすごいぞ、またこれなんかすごいすごいとこに乗ってんじゃないのこれ。なんか すごいよ本当に。ポテチなんかポテチポテチポテチ、ぐにゃんぐにゃんですね。なんかもう今金時は向こうなんで、手前から逆面の上り、逆面の上り、よし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 、強め。でもこれ最初のそれ上り切っちゃってからそんなにフックないです。上り切っちゃってからは左の方が高いと思います。あーですよね、はい。出たまたこの、もうどっちかだけじゃないっていうのがすごいですよね、このフックとかスライスとか。こんな打ち切れないの今日。よいしょ、ありがとうございます、お願いします。打ち切れない今日、森さん打ち切れません。今日はビビリデーです。もう人間だからビビるでしょ。チキンガールって呼んでくれ、もうとりあえず今日はチキチキチキンで、チキチキとか言うんじゃねえ口がだんだん悪くなってくる。右側の方がいいんですかね。ね、旗まっすぐというか、今日のグリーンまっすぐ方向、ワンオン狙わない限り右のラフに行くので、あ、やはりあのグリーンとグリーンの間の一本木、あの赤シャツの人でもいいし、はい、あのバンカーでもいいぐらいです。あ、まあ、間がいいですね、グリーンとグリーンの間が真ん中に、はい。6番ホール、もう6番だ、早っ。パー4295。これはなんかね、男子はワンオン狙ってきそうな感じ、ね、ですよね、はい。右なんで、ここ今 T の位置でフロントエッジが275のセンター286だから、みんな多分ここは終わるまで待ってる感じなんだろう。人によってはドライバー使えないかもしれないですよ、うん。
それすごいな、あんな距離飛んだらなんかゴルフ楽だろうな。じゃあ真ん中打ちます。はい、言った通り、はい、へドライバーじゃないんだな、だからしみじみ思うわ。なんか本当にこう山にこう囲われて、なんかその穴の中にありますみたいな感じですよね。ここだけなんかちょっと平らっぽいんですね。ああいう山の途中にあるとかじゃないんですもんね、はい、そのでっかい箱根山の噴火でできたこの、だから本当になんだ地図みたいので、写真で見ると本当に穴の中にいる。はぁ、本当にね、はぁ、私この辺に住んでるんですけど、はいはいはい、地元だ。主人と見ると本当に私たち穴の中に住んでるねみたいな感じですね。そうだからなんかゴルフ場もその穴の中でも周りに隣にゴルフ場があるので、はい、一応ね中心っぽい山の中心っぽい地形を取れてるので、うちは比較的平らで、他のゴルフ場とちょっとこのなんだろう、斜面よりを取ったりとかある。うちはその中でも中心なので、はあはあはあ、比較的あんまりこう山の沿うところあんまりないんですよ。なるほど、すごい景色がなんか不思議な感じ、うん、手前から結構早いです。手前から、はい、うん、で両サイドバンカー見えないけど、左もバンカーあります、ね、グリーン面見えないの、すごいなんか距離合わせにくくて、今では51なるほど、はい、H43 H43、あ、こっちで行きます、はい、すいません、58で打ちます。どうだろう、なんかいい感じだったんじゃない？いい感じ決めました。こういうなんか緩みやすい時ってちょっとトップ小さめにするんですよ、思ってるよりも。で向こうで届かせようってするから、それで緩まないようにするっていう。まあでも多分はたから見てると小さくないんだよね、それも知ってるの。自覚できてるのよ。はい。なんかやだな、独り言みたいで。対話してくれる人が欲しいな。すごい、あ、いい感じいい感じ、頼むぜ。これは金時があっちでしょ、はい、上りの、そんなに曲がりはない感じで、イエーイ、もう私今日これで帰っていいや。あ、すいません、すいません、素人みたいな。素人みたいな歩き方してるな。よしよし。よしよし。